おいお前、世界って女を知らないか。あ、誰だそりゃ。くそ、そうか。エレンの元にメール。メール。西園寺世界、ヤクモゆかりを確保。西園寺世界。くわ、そこまでよ。なんだこれは、アミデッポウか。アミデッポウに絡まり、身動きが取れないエレンに黒川が詰め寄る。すべて世界ちゃんから聞いたわ。あんたなんでしょ。フリーザ、デンタ、北条さと子、河合美樹を殺した真犯人は。何を言っているんだ。だからそれはライトが。霧雨魔法典に両腕を切り落とされ、口がもがれた男が縛り付けられていた。奴が八神ライトだな。ライトと会ったのか。ええ、もう息絶え絶え、喋れもしない状態だったけどね。あなたは八神ライトと一緒に行動していた。八神ライトに仲間だと思わず信頼させきったところで、このデスノートってやつを奪ったのね。八神ライトの足元の近くに中のページを乱雑に切り裂いた状態で落ちてたな。デスノート、名前を書けば心臓発作で死ぬ恐ろしいノート。顔とフルネームが分かれば簡単に人が死ぬ。ヤガミライトが死亡してしまったらメールで通知が来てしまう。だからああやって生殺しの状態で柱にくくりつけた。そしてサトコちゃんやミキちゃんや私と接触。さもヤガミライトさんが犯人かのように見せつけ、私たちを混乱させた。もうエレン、証拠は何だってんだ。別のやつがヤガミライトを襲って両腕を切り落として、口をもいで柱に縛り付けた可能性もあるだろう。あなたは二つのミスを犯しているわ。一つ目、八神ライトの足元にあったデスノート。ビリビリに破かれていたけど、一ページ目だけ残っていた。そこにこんな名前が書いてあったの。キラヤマト。最初にこの逃走中で死んだ逃走者よ。そこでピンときたわ。このノートに名前を書かれた人が死ぬんだって。そして二つ目、私たちがあなたと会った時、私だけフルネームを名乗らなかったのよ。私は河合美希。私世界。男の人なんて見てないけど。私は北条さと子。私たち、ゲーム開始からずっと一緒にいましたから。私たちの目を盗み、まずはゲンタさんとフリーザさんの名前を、そのライトさんから奪ったデスノートの切れ端に書いた。そして、私たちと別れた後、ミキちゃんとさと子ちゃんの名前を書いて殺した。でも、私だけはフルネームがわからなかったから殺せなかった。そうね。くそ、なぜだ。さっき霧雨魔法典で世界がヤクモゆかりを捕まえたとメールが入ったはず。霧雨魔法典からここまでおよそ10分なのに、世界、なぜ今ここにお前がいる。捕まえてから10分以上経ってからメールが来ていることになる。タイムラグだ。今回はそれを使用させてもらった。今大量の確保者と死亡者が相次いでおり、メールが間に合っていない。確保から着信までラグが生じるんだ。このラグのおかげで確保してメールが来る前にエレンの元に戻れたのだ。ね、ポケットの中を見せて。そこにはゲンタ、フリーザ、ミキちゃん、サトコちゃん、そしてヤクモゆかりの名前が書かれたデスノートの切れ端があるはずよ。やめろ。これがデスノートの切れ端か。どうしてそう簡単に人の命を奪うの。あなたそれでも人間なの。何の罪もない少年や私の友達を、一緒に生きて出ようって励まし合ってきた仲間を、どうしてこんな紙切れ一枚で奪おうとしたの。俺には助けたかった人がいた。まだ助けたいみんながいる。だからってここの人間は死んでいいの。騙してもいいの。試してよ、ミキちゃん、サトコちゃん。余計なことをされぬよう、わざわざヤクモゆかりまで殺すとは極悪非道だ。罪をライト君に着せて、逃走者にミッションをクリアしにくくさせて、自分だけ残ろうという作戦だったのね。エレン、最低よ。そこでくたばっておきなさい。黒川さん！よしよし、世界ちゃん、怖かったわね。ほどなくして、エレンゲーガー確保、八神ライト死亡の通知が、全逃走者に行き渡った。